ヘントトロリーバスは、かつてベルギーの都市、ヘント市内に存在したトロリーバス路線。2021年時点における、ベルギー最後のトロリーバスとして、1989年から2009年の間運行された。1984年、ベルギーのバスメーカーである、バンホールは、トロリーバス車両の AG280T を開発し、同年に製造された試作車はドイツを含め各地で、 試運転が実施された。この車両は海外輸出を念頭に置いた設計がなされており、そのデモンストレーションも兼ねて、ベルギーのヘントにトロリーバス路線を建設することが決定し、同都市で公共交通機関を運営していたヘント自治体協会は20両の量産車の発注を実施した。そして1989年3月24日、 従来の路線バスから転換された3号線でトロリーバス路線の運行が始まった。1991年にヘント自治体協会を含むフランデレン地域の大半の公共交通事業者がドゥレインへ統合されて以降もトロリーバスは運行を続け、1996年から1999年の間には一部車両をオランダのアーネムへ貸し出したこともあった。 2007年時点では最短運行間隔7.5分での運転が行われていたが、同時期には車両や施設の老朽化が深刻となり、それに伴う運用コストの増加も大きな課題となっていた。その結果、3号線をトロリーバスからバスへ置き換えることが決まり、2009年6月15日をもってベルギー最後のトロリーバス路線は姿を消した。 廃止後、AG280T の大半は、ブルガリアのプログディフへ譲渡された一方、一部車両は、ベルギーを含むヨーロッパ各地で保存された。その中で、さよなら運転に使用された一両については、かつての車両基地内で保存されていたが、変都市電への新型電車導入に伴う隣接した市電車庫の面積拡大に伴い建物が解体されたため、2016年以降は、 ウェールデにある、ヘント、東フランデレン地域路面電車、バス保存協会の保存庫に収蔵されている。また、7411については2021年現在、アーネムで保存されているほか、7410についても、同年時点で、ベルギー国内での現存が確認されている。ありがとうございます。